今回紹介するのは三重県伊賀市にある上野城です。伊賀といえば忍者ですが、上野城に関しては忍者はあまり関わっていません。戦国大名によって築かれた城です。この上野城の見どころは、なんといっても全国有数の高い石垣、藤堂高虎によって築かれました。高虎は築城の名手と呼ばれ、今治城、篠山城、二条城といった有名な城をいくつも築城してきた戦国の武将です。高虎の石垣は上野城本丸の西側にあるのですが、その高さはなんと30メートル。全国1位の大阪城に次ぐ第2位となっています。さらにすごいのは、この石垣の端まで行って下を見下ろすことができること。普通こんな危ない場所、立ち入り禁止になりそうですよね。近くに危険とか注意とか書いてある看板はありますが、柵などはありません。怖い怖いと言っても見たくなるもの。私が行った時も大勢の方が石垣の端から下を眺めていました。自己責任で気をつけて見学しましょう。この立派すぎる上野城の石垣ですが、意外なのはこの石垣があるのは上野城の一部分だけということ。普通お城の周りってずっと石垣で囲みますよね。一箇所だけがっちり石垣で囲んでも、他の場所がゆるゆるの防御だったらそこから攻め込まれてしまうので意味がありません。ところが上野城はがっちり防御の場所とゆるゆる防御の場所の差が激しい城なのです。実はこの上野城は未完成だったと言われています。築城の名手藤堂高虎が手掛けた城としてはちょっとわからないことだらけです。高虎はもっと立派な城にするつもりだったのに、何らかの理由で工事が中止され、そのままずっと使われたようなのです。いろいろ謎がありそうですよね。伊賀上野城の情報を整理してみます。まず上野城がいつ頃現在の形になったのかですが、大規模な修築が行われたのは1611年頃です。これは徳川家康が関ヶ原の戦いで石田三成率いる西軍を破り、江戸に幕府を開いてちょっと経った頃、江戸の徳川家と大阪の豊臣家の戦いが始まるかもしれないという嫌な空気が流れていた時代です。実際この数年後には大阪の陣が始まるのです。当時豊臣秀吉の子秀頼は大阪城周辺の国を支配するそれほど大きくない大名となっていたのですが、彼には秀吉以来の武将たちの熱い支持が集まっていました。家康が恐れていたのは西国の大名たちが秀頼を担ぎ上げ反乱を起こすこと。何かをきっかけに彼らが軍勢を集めて家康の居城江戸に向かって攻めてくることも十分考えられたのです。家康はこれに備えて大阪城の秀頼の動きを封じるため大阪城包囲網作戦を取ります。家康は天下武神と銘打ち、全国の大名を動員して大阪城を囲むようにいくつも城を築かせます。彦根城、篠山城、名古屋城などがそれです。その一環として上野城も修築されました。上野城を現在の形にしたのは藤堂高虎。高虎はこれまでに家康の命に従って多くの城を築いてきました。高虎は近江の国の生まれ、身長約190センチの大男だったと言われています。はじめは近江の浅井長政に仕え、
姉川の戦いで足軽として武功を挙げます。その後何度か主君を変え、羽柴秀長そして秀康に仕えますが、秀康が17歳で亡くなり主家が断絶すると、高虎は主君を弔うため出家して高野山に隠棲したと言われています。その後豊臣秀吉が高野山から高虎を呼び寄せ、伊予宇和島七番国を与えます。秀吉は先に亡くなった弟秀長から高虎の働きぶりを聞いていたのかもしれません。秀吉の死後、高虎は徳川家康に接近、家康のために忠節を尽くすようになります。関ヶ原の戦いの前、家康襲撃の企みがあると分かった時、自ら徹夜で警護に当たりました。また関ヶ原の戦いでは西軍の小早川秀明らの寝返り工作を行うなど、東軍の勝利に貢献します。高虎はいわゆる戸様大名だったのですが、家康からの信任は厚かったようです。そして大阪城包囲網の多くの城について縄張りを任されることになります。家康は高虎を伊勢伊賀の大守に封じ、ここを抑える城造りを命じます。伊賀は大阪から大和を経て伊勢湾に通じる最短ルート、重要な地ですね。高虎はこれを受け、それまで筒石の城だった上野城を高虎流に改修していきます。あの高い石垣もこの時に築かれたのです。高虎が家康のために働くことについて、豊臣に恩を受けたのに徳川に就くのはどういうことだという武将もいたようです。しかし使える主君を間違えば自分も家族も命を奪われる時代、次の時代をまとめ上げる者は誰なのか、しっかり見定める力が高虎にはあったのでしょう。こうして豊臣秀頼がいる大阪から徳川家の本拠江戸に通じる街道はいくつもの城によって守られ、上野城には大阪城包囲網の一つとして西から攻めてくる敵を迎え撃つという大切な役割が与えられたのです。では実際に上野城の跡を歩いてその様子を見てみましょう。伊賀鉄道上野市駅の北側の丘が上野城の跡です。付近に何か所か駐車場があります。有料ですが街中なので当たり前ですね。1回500円から600円くらいでした。公園の入り口から坂道をちょっと登ったところに上野城の天守があります。この天守は昭和になって建てられたものですが、木造による本格的なもの、これはこれで大変価値があります。相当型3層3階、高さ23メートルの大天守と2層2階の小天守が並ぶ姿はかっこいいですね。天守内部での動画撮影は禁止されていますが、静止画は良いとのことです。写真を撮ることができて良かったです。天守内部の様子です。かなり太い柱の上に立派な梁が乗っていますね。天井付近には忍者が隠れています。これは藤堂高虎の兜です。信長の野望で見たことがあります。豊臣秀吉から拝領したというものですが、高虎は秀吉にも家康にも頼りにされた武将でした。高虎が上野城に建てようと計画していた天守の創造図です。最上階以外には破風を一切用いないすっきりとしたデザインですね。1階から上に向かって規則的に小さくなる相当型天守です。この天守はある程度まで建設は進んだようなのですが、完成前に嵐で倒壊してしまったようです。残念ですね。その後上野城には天守が建てられることはありませんでした。現在
上野城天守の周りには空いているスペースがあるのがわかると思います。これは五層の天守を建てるために築かれた大きな天守台の上に三層の天守が建てられたためです。天守の西側に日本で有数の高さを誇る石垣があります。危険と書いてありますが立ち入り禁止とはなっていないようです。これが高さ約30メートルの石垣です。ほんと手が震えます。カメラを落としたら終わりですね。いや、転落したら全てが終わります。これだけの高さの石垣の上に立つという経験はなかなかできません。それにしてもこの高さまで石垣をどうやって積み上げたのでしょうか。怖くはなかったのでしょうか。そしてこんなに高くしなければいけなかったのでしょうか。当時の人たちは相当苦労してこの石垣を築いたのだと思います。上野公園の西側に回るとこの高い石垣を下から見上げることができます。ちょっと木が生い茂っていてすっきり見えません。城好きとしてはこの辺りの樹木をバッサリやってもらえばありがたいのですが、いろいろな理由があるのだと思います。北側に回ると空いているスペースがありましたのでそこから撮影しました。この高さの石垣が延々と続いています。水堀と高すぎる石垣、もうここから石垣を登って城に攻め入ろうなんて絶対考えませんよね。見ただけで無理だと誰もがわかる迫力の石垣なのです。これは上野城の図です。先ほどの天守と西側の石垣が描かれていますね。この図を見て何か違和感を感じるでしょうか。よく見ると本丸の周りの作りがちょっとおかしいのがわかります。西側と南側は石垣でがっちり囲まれているのに対し、北側と東側には石垣がありません。本丸は城の中心となる部分、戦いの時はここを最終的に守り抜くのですが、その防御が西側と東側で違うというのはちょっと不思議なことです。実際はどのようになっているのか、それがわかる場所があるので行ってみましょう。上野城本丸の北側入り口にやってきました。ここはちょうど堀に挟まれた橋のような場所で坂になっています。この坂を登って本丸に向かいます。右手側、本丸の西に向かう方は石垣が高く積まれているのがわかります。それに対して左手、本丸の東に向かう側には石垣は見えません。先ほどの図に書かれている通り、上野城本丸は西半分が石垣、東半分が土塁となっているのです。はじめ藤堂高虎は現在の上野城東側にあった筒石時代の本丸を西側に拡大し、五層の天守を建てることを計画します。そして本丸の周りに高い石垣を築きます。上野城は五層の天守が上がり、高さ30メートルの石垣で囲まれる日本一の要塞となるはずだったのです。しかしその工事はなぜか途中で終わってしまいました。その理由は豊臣家が滅亡したからだと考えられます。徳川家康は1614年、1615年の2度にわたり全国の諸大名を率いて大阪城を攻撃。この大阪の陣によって豊臣家は滅亡し、全国に徳川家に対抗できる大名はいなくなりました。天下は徳川将軍家のもと一つとなり、戦いのない時代が訪れるのです。
西側からの防御を優先し、高い石垣で固めた上野城ですが、平和な時代となったので工事を中止。それ以上石垣で囲むのをやめ、本丸の北側や東側の防御はそれまでにあった土塁をそのまま使うことになりました。また倒壊した天守を再び建てることもありませんでした。本丸には大きな天守台が残り、西側だけ日本有数の高い石垣で囲まれるという不思議な形となって現代に伝えられることになったのです。もし大阪の陣の発生が遅れていれば、上野城は相当立派な城になったはず。それも見てみたかったですね。計画していた城作りが途中で終わってしまった高虎、残念な気持ちもあったのでしょうか。結局家康が恐れていた西国の大名たちが豊臣秀頼を担いで江戸に攻めてくることはありませんでした。高虎が築いた多くの城がそれを防いだのかもしれません。高虎の築城実は平和な時代の到来に一役買ったと言えるかもしれませんね。その後東道高虎は巣を本拠とし、上野城は未完成のまま使われます。徳川家康は東道家は松代までも伊賀伊勢から動かしてはならないと遺言を残したと言われ、この重要な地を信頼できる東道家がずっと支配することを望んでいました。その望み通り、東道家は幕末まで伊勢伊賀の大名として続くのです。